知れずが方角のため弔問入りいたす。姉諸衆を罵り鎌倉を騒がせておりました念仏神門の御敵日円を今より法論をもって攻め倒し会議いたさせましょう。あれが日蓮か。そう日蓮か。この生草面を上げてみ面を。鎌倉へ生きて帰らせるな。日蓮坊に尋ねたら念仏を唱える無間地獄へ落ちると確かに言うてよ。無間地獄へ落ちるとは建長五年の夏の頃から言い続けておる。何のとがあって地獄へ落ちるとは言うぞ。恩僧は不信を持って希望とは考えられぬか。不信は道の源、功徳の母といい、菩薩の五十二回は十信をもととし、十信の会には信心をはじめとし、もろもろの悪業煩悩は不信をもととしておる。諸衆を侮る日蓮の口を引き裂け。これは鎌倉だけでは捉えて佐渡まで騒がせ生きたのか。生かして返すものか。地獄に落としてしまえ。よしのき騒ぎはやめられたがよい。お客は違いの日蓮に助け。何をもって御家筋で返せ言われるのか。伊達の本だ。国家工場のどこが悪いか。我日本の柱とならん。我日本の眼目とならん。我日本の大戦とならん。